カバー株式会社は東京都に本社を置く株式会社。IT サービス業やアプリケーションの開発を行っている。ベトゥーバー事務所であるホロライブプロダクションを運営している。日本初のバーチャルタレント IP で世界中のファンを熱狂させることをビジョンとし、ベトゥーバープロダクションであるホロライブプロダクションの運営や VR、AR ライブ配信システム。 AR アプリなどや 5G の開発を行い、それらの技術を活用して二次元エンターテインメント体験を提供する事業を主にする企業である。CEO の谷里の話によれば、企業を立ち上げる前は VR を活用したゲームを制作する会社にしようとしていたらしいが、絆愛などのバーチャルキャラクターが活動し始め人気を得ていたため、ベトゥーバーの運営をすることにしたという。 出展、2020年4月現在、英語圏、韓国、インドでの海外展開を担当する演者の募集を行っている。ホロライブ2017年12月21日に配信が開始された。当初はキャラクターのライブ配信 3D 映像を AR 投影したものを視聴できるといったアプリだった。しかし、2018年4月5日のアップデートにより、 スマートフォンの全面カメラで配信者の表情を認識しバーチャルユーチューバーとして配信を行えるようになった。2018年12月19日には同じホロライブアプリを利用するバーチャルユーチューバー2人がアプリ内で黒マキー処理を行わずにキャラクターを重ねることができるように更新し運営するホロライブプロダクション所属のバーチャルユーチューバーに対して リリースをした。2020年6月には同時に重ねられるキャラクターの数を4人に増やす更新を行った。ホロリー2019年12月3日より配信されたホロライブプロダクション所属ベトゥーバーといつでもベトゥーバーとあえて一緒にお出かけができるスマートフォンアプリ。AR カメラモードを実装しベトゥーバーと動画や写真撮影もできる。また、 12月20日のアップデートによりアークは、非対応端末でもインストール可能となった。Android 端末、iOS 端末両方でのインストールが可能。カバーは所属タレントに対しキャラクターのデザインの依頼やアプリケーションの提供を行い、エンジャに対する各種のマネジメント面でのサポートを行っている。エンジャはカバーから提供されたスマートフォンを使い、 基本的に自宅から配信を行う。ありがとうございます。